小牧秋葉祭りは、愛知県小牧市にある、小牧新名社の末社、秋葉社で、毎年8月20日前後の土日曜日に行われる、祭りである。小牧新名社の末社、秋葉社土曜日には、宵山が行われ、各町内を回った後、ラピオの前に集合する。日曜日は昼に行われ、各町内を出発した出汁が新名社に集まり、4両による、 壮麗な祭り絵巻が繰り広げられる。途中に各町内にある屋根紙の前で奉納する。出し本体については常述。からくりは中等子、小柄子とサイブリ人形の三体で、文政年間に三代目、玉谷昌兵衛の作によると伝えられる。中等子が小柄子に太鼓の叩き方を教えると、それを真似て小柄子が、 梅の木で倒立をして太鼓を叩く。秋葉車花車の別称を持ち、秋葉車でのカラクリ奉納や道行きの際は常に戦闘となる。出し本体は江戸時代末期から明治初年の間に琵琶島から購入したと伝えられる。カラクリは西洋とカラコ2体とサイブリ人形。西洋人形は文政7年に墨田神兵衛が、 カラコ2体とサイブリ人形は、安政2年に5代目、玉屋昌兵衛が、それぞれ制作したものとされている。一方のカラコが、もう一方のカラコの肩の上で倒立をして対抗、叩くと、対象人形の西王が軍配を振って褒める。出し本体の制作年代は不明。カラクリは、笛吹き、対抗地と巫女と新館の4体。明治35年に6代目。 玉谷昌兵衛が制作したもの。ゆとり神事を主題としている。巫女が方作を占ってもらうため、神官に伺いを立てると、釜の中から稲穂が吹き出してくる。その様子に合わせて、笛吹きと太鼓打ちが、それぞれの楽器を演奏する。出し本体は、名古屋から譲り受けたと伝えられる。からくりは、からこ二体と再ぶり。からこ二体は、明治四年に、 武田信介が制作。再ぶりは、昭和33年に、奥村秀次郎が作り直したもの。カラコが、桃の小枝を持って踊っていると、傍らの桃が割れて、別のカラコが飛び出し、四方を向いて、茶葉を叩いて踊る。秋葉祭りの出しら当時は、玉林寺前付近にあった。西王母社という名称だが、西王母の人形は存在しない。 ABCD 小牧市秋葉祭りの出し小牧市2017年12月10日閲覧千田 1991P231 小牧市文化財資料委員会 1993P30 小牧市文化財資料委員会 1993P14 から 15ABCD 小牧市文化財資料委員会1993 P17 ありがとうございます。